僕フリー素材なんで。すぐ分かる。まだ持ってもらえない。高いですよ、俺。著作権。オルトラが一番上なんか思い出す。夕方ぐらいまでこれぐらいの風吹いてくれたら結構調子いいと思うんだけどな。で、何でしたっけ？なんかさっき飲む前にポイントの話をしてたような気がするんだよね。月島から行ったらっていう話で、影の話して。あ、で、なんか釣れるポイント回りましょうみたいな話してた。そうです、そうです。まあ、とりあえず今日は多分、自分が一人でちゃんと釣るんだったらそのコースかなっていうコースで、多分歩いても今から移動できるような距離だと多分そうなるから。まあ、そうするとだから月島側行っちゃうと、あの緑道公園の底を捨てることにはなっちゃうんですけども、多分連休だし、あそこ多分スーパーメジャーポイントなんで、まあまあ人多いかなという気がし、この人数で行ったら逆に打つ余計打つ場所減っちゃうから、ありだとは思うんですけどね。まあ、あとは通信浅いんで面白くないっていうのはちょっとありますけど。南風っすもんね。南風だから、まあ本当は久々に水の広場も良いかもしれないですけど、水の広場も、水の広場もありっすけどね。観覧車の前とか。はい、これで楽しい。そうです。なんか今年ビッグサイトがそんなに数いないような気がしますね。あんまり釣れないっす。結構ビッグサイド側もまあまあ、釣れるとき釣れるんですけどね、パーツパーツポツポツと当たってまだ早いのかな。貝はついてるんですけどね、で水の濁りとか結構良くてもあんまだったりするんで、赤江さんのブログ見てもなんかあんまかんばしくない感じは。うん、見てみてますね。本人にぜひと見てくださいって言われて、あったんですね。ありました、結構もう漁師はモーニングぐらいになんかスピニングに行って道釣りしてる。ですね、横浜みなとみらいのバーベキューの時に参加してた人たちがそこで今実際やってまして、高校生と、まあ、社会人1年目の2人が技を持ってガチでやってて、こっち側で知ってる人っす。その辺でやってます。結構うまいんですよ。川崎新っていうとかで YouTube にたまに出てるナッチさんって方がいるんですけど、その人の弟子です。ナッチさんってよくコメントつけられてる方、はい、そうです。あとはこの前何でしたっけ、晒しで上半身裸でしま、うん、あ、ヘジズしてた人しますツイッターで、その人がそこにいます。1時間か2時間だけ仕事の合間に行ってって、今って一番釣れないタイミングです。だからこのタイミングであいつ釣ることに価値があるとか言って頑張ってます。僕は釣れる時にしか釣りしないんで今は休憩です。2時ぐらいから釣れるはずなんで、今日もアゲですよ、風強いし、ね、いいですね。今日夕方までやれるんです。じゃあ釣れますよ。6時半ぐらいまで。今日はでも下げの荒川も稲子パターンいけそうな気がするんだけど、でも体力というかあれが飲んじゃってるし。はい、これで。ああすごい。3枚釣れた。2枚は釣れた。2枚は釣れた。ちょっとね、一応計画は立ててるんですよ。うん、で今の計画だと、うん、私南風で昼から、北側がの岸壁が影になるんで。じゃあっちの。あ、春見臨海公園が最終でなんですけども、ただそこが最終なんですけども、そこで一点張りすると多分魚すれちゃって散っちゃうんで、そこ寝かしといて、朝潮運河の上げ始め一発で2時、まあ今2時終わって2時半30分もあれば歩いていけるんで、そこの橋から渡って春見行って、あ、じゃあ朝潮行って、でみんなで朝潮の上げ始め一発狙って、で反応なくなったら朝潮の中1回入って全員で打って、でそっから春見行って、で春見は釣れるはず、条件魚がいれば条件的には絶対釣れるんですよ。
ただあそこってその奥の方がオリンピック会場のところだったところが入れないんで、あの休憩、あのオリンピック の待機場でそっちの方に溜まっちゃうと、もうあの釣り OK エリアで街の状態になっちゃうんですよ、海遊の。だから入ってなかったらもう速攻で見切りつけてぐるり戻ってきて、で最後ぐるりでやるのがいいかなと思います。で多分ぐるりで釣れるのはこの風が当たるのがこのエリアなので、 この一面が釣れるとは思うんですけども、で多分それが最後かなと。安牌なのは多分緑道公園はサイズは問わずですけども、一応釣れるのは釣れると思うんですよ。ただあそこ水深浅いんで満潮前後ってなってくると、もうあそこをピンポイントで狙わないと移動できないんで、それだったらあそこは捨てた方がいいかなとは思ってます。すごい。ピンとしてきてるでしょ。あ、そうだ。だからもう多分緑道公園打つんだったら、上げ始めからもう南、水の広場の風がもろに受ける観覧車か東京ビッグサイド側を打って、でそこから緑道公園打って、で最後ぐるりのこの岸壁打つっていうコースなんですけども、ただ品算書的にはもともと入ってたのが南風で抜けてる状態なんで、沖側の方が多分不利だとは思うんですよね、上げで入ってきちゃうん でそうすると多分奥側の隅田に近い方が有利かなという気はしてて、で多分朝潮かな、多分本命朝潮ですね。でまあバクバクにかけて春見一発打つ。アップしてて、はい、いやだからあれなんですよ、ここおろ魚をうろころしたりとか腹渡取ったりとかダメなんですよ、そこの流し、あのその調理用、手洗う用であって調理用に使えなくて、なんでやろうと思ったらクーラーボックス持ってきて釣って、で一旦家帰ってさばいてから持ってこないといけないですよ。だ前日だったらいいんですけども、当日ってなって11時とか、まあ、あの10時とかに集合ってなると、まあまあだから今日4枚釣ったんですけども、多分ここで黒鯛やろうと思ったら多分1枚釣って、あの1枚で持って帰って調理して帰ってきて、多分もうそれでみんなで集合みたいなんで、多分その3枚捨てることになる。ただ今回焼くってなった場合に、これにこれの隣に添えるケースだとは思うんですよ。やばいやばい。でもそうした時にこれがまずくなっちゃうんで、それはちょっとなんかやっぱなんかこう食べ物は大切にしないといけないかなと思って。やっぱね、だから匂う魚は刺身。そうですね。火通すとダメ。刺身かちょっとあのいろいろこう包装的なものを入れてあのカルパッチョみたいな。はい。その後全く進化してないからすごい。あ、お疲れ様でした。ダメ。完全試合ダメか。じゃあやっぱ朝潮運河行った方がいいな、この状態だったらね。どこ行くっすか今からだったら。職場。え職場どう職場。仕事です。あ、じゃあ自分だったら今からだったらどこが釣れると思います。これ南南西村の風。そうプレイ。ダメあの今からみんなでやろうと思ってるんですよ。これ食べ終わったから。で僕は朝潮運河かなと思ってるんですよ。でそこから潮位上がってきたら春見の臨海公園側が影になって風当たるんでありかなと思ってるんですけど、なんか他のプランがあればちょっとそれを参考情報に、うん、高浜運河。高浜品川。品川こっから遠いな。それは釣れるやろしょ。あそこ関係なく釣れるでしょ。関係ない。一発も触られなかったですよね。あタイミングがまずいですね。でも揚げは釣れると思うんですけどね、ここも粘ったら。でもそう、ただ自分が釣った4枚もあんまなんか引かなかったんですよ。だから品酸素抜けてからまだ回復しない、疲れてる感じかなって感じします。あ、ここも品酸素食らってます。食らってます。食らって1回。あ、だから隅田の方まで入ってて、で2日前にカニが取り放題だったんですよ、品酸素でカニが上がって。で昨日かそのちょっと前ぐらいから南風が効き始めてグリーンになって、
だ今ちょうど回復途中かなって。で一応魚も浮いてたらしいです、あの死んで2日前か3日前は。でもあいつら回復早いからな、2、3日したらコロッと。右側じゃダメなんですか？え、辰巳の右側、辰巳の右側。あー辰巳好きっすね。まあ車持ってたらありですけども、まあ、歩いて移動しようかなってなると多分緑道公園水の広場かそっち側かに限られる。あんま詳しくないですよね僕、有明やったことないし。ああそうなんですね。有明も釣れますよ辰巳と同じぐらい。だから辰巳と有明緑道公園が多分数釣りの2強ですね。だからどっちもなんか毎日釣りしてる常駐の人がいるんで。でも千葉の交番部抜けましたよね。抜けてますね。千葉と東京は抜けてます。東京いくつかポイントか、千葉はいくつかポイントしてきます。まあおかげで川崎新って多分、ま、今真っ最中だろうけど、終わってる、終わってます。でも今日も多分行ってる人いるはずなんで、土曜日の台風次第です。あそうですね、あいつはかきまくってます。昨日だったか2日前、昨日だったか2日前新艇全体で2枚しか上がらなかったらしいです。でも浮いてる魚ばっかりでみたいな。戦国さんも金曜日行こうかと思ってたけどやっぱやめてワンオクでやりますとかって言ってた。3000円ドブリンスタルでしょ。確かに。あれ見つからなかったのかな。見つからなかった。自販機見つからなかったですか。所持金不足。あー買いますよ。いいっすか。はい、ありがとうございます。いやいや、え、電車じゃない。電車です。どうすんすか帰り。ソナさんが車に1000円、車から1000円アップして貸してくれるっていう。ああ。いや、パーで当たんないっすよ。このいや、だからワンオークは本当ちょい下がるともうダメなんですよ。これもうこんな場所もわかんない。 MM あの、MM とはちゃうんすよ。だから意外とかついてないし、本当にもう満潮前後の上げ下げとですね、やっぱ浅いんで。起きてはだから行って釣れなかった時起きの起きて地獄ですよ。帰りたいって帰りたいって。だって来て5分であもう今日釣れないみたいな。あの分かるんですよ。なんか積みまくりで、そうすると着いて5分なのにあと例えば7時に着くじゃないですか。で帰り16時なんですよ。でその先を想像するときついみたいな。耐え難きを耐え、忍び難きを忍び。以外の内容です。でも、まあ、あの時釣れましたけど。あの時とか、その川崎は、はい、ご常連とよく、1番、はい、2番とかって言ってるじゃないですか。はい、あれって、船が回るあ、いや、回るっていうか、いや、船、移動は好きです。歩いて移動するんです。あの、直線なんですよ。あなんですけども、何キロかあるぐらい超長い川あの掟でして、で端から端まで歩くのに1時間ぐらいかかるぐらい長いんですよ。いやそれでほら1番、はい、あで下ろすあれは1番2番っていうのは下ろすところなんですよね。船が最初に、あと帰り。なるほど。で1番今日はなんかそのやっぱあの1番2番の方が浅くって、うん、で6番の方が深いんですよ。で風が強い時はその1番2番下ろせないんで今日は6番5番だけですみたいな。で要はなんか降りるところを選べる感じで、で結局その船が渡船が2つあるんですよ。あの山本と長八っていう。で時間がずれてて、でな山本は朝の4時朝まずめから昼の3時ぐらいまでで終わりなんですよ。で長八ってやつが7時ぐらいから16時までで時間がずれてるんですよ。でそうするとあの遅れてきた人たちは先に打たれてるけども、でも先に来た人たちは先に帰るわけですよ。だからその時間差のであの先行者が抜けるから、今日はこの辺がまだ打たれてないはずだみたいな。そうまだ打たれてないはずだ、もしくはあの帰って15時に帰るんで、うん、ってことは多分帰る準備するからその30分前にはいないはずだから、ここはガラガラなんじゃないみたいなっていうのをなんかみんなで頭の中でフル回転させて、そうフル回転させて
でたまにミスると、だから下ろすとこも違うんですよ、その塗線によって、はい、6番5番をある塗線が起こって、もう一つの塗線が1番2番だけみたいな。でそうすると、今日は朝なんかどこのこの船は何番下ろしたらしいから、でそこで降りた人たちは多分まだここまで来れてないだろうみたいなのを推測立ててきたら、まさかのそう。で結局やっぱあの釣れるし、夕方の試合はあの一回浮いてくるからあれなんですけど、朝の試合はやっぱ誰も打たれてないところの方が釣れるんですよ。で朝みんなが釣って、で魚を釣ったのをこうやっぱリリースするじゃないですか。でそれで魚釣っちゃうんで、でおじちゃんと、はい、おじちゃんと森田の、はい、あのなんて言ったんですか、あのミリタリーの服着てる人ですよ。すげーな、あの人超口悪いから言いたい放題言いますからね言いたい放題、いやー一番抜けなかったよどういうことそういうことなんですか。そうね、いやまさかあそこで降りたやつらがここまで歩いてきてるとは思わなかったみたいな。すごい面白かった。あのあれですだからパチンコの今日はどこの台が当たるっていうのと一緒ですよいやー今日はなあの何番目のあれがいいんじゃないみたいな、で朝から並んでみたいな、そうか今日外したなみたいな、今日俺もういいよ皆さん頑張っていいんですよ。いやー、お見てね、ほんと爆調するときはもうやばいんで、作業ってそうだな。そうです。じゃあみんななんか今日は1枚釣ったら帰るからみたいなことやっぱりそれで数釣ろうと思ったら、はい、こう佐久長市の竿の方が、はい、こうオートマチックっていうか、まあそのやっぱ魚と結局もう魚を落としてから魚かけるまで秒なんですよ。もうピッピッピッみたいな感じなんで、でそうすると それ以外の時間をどんだけ省略できるかなんですよ。だから竿を曲げて楽しんでる場合じゃないんです。そう。竿とにかく早くこう、うん、あのキャッチして、で写真とか撮らずにとにかく素早くリリースするみたいな、でその次の一手をみたいな。だからみんなバードウォッチでカウントしてるんですよ、写真撮らずに。でカチン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 みたいな、で今日60みたいな。あでもあれ今日なんかもう乗るまですよみんななんか本当にスポーツなんですよあそこの。確かにね、で今日なんかで集計があって、今日お前何枚みたいな、今日何枚するって言ったら、マジかマジで誰々さんは何枚だったらしいよみたいな、みたいな、そっちが当たってたのみたいな、そう誰がどこで何枚釣って今日の1位は誰だみたいなそれはそれでなかなか面白い面白いけど、黒鯛です。でっかいよ。おお。いいサイズでした。ナイスサイズ。ありがとうございます。やっちゃいましょう。今晒しで釣れると思います。ここ結構浅いんであれなんですよ、なんかこう落とした方がいいです。あのこう腕出さずにこう外から見て、あそうそうそう
もう1メーターないぐらいなんで、こうやってって影落とさないようにしてすると結構釣れます。いや僕はもう1本釣ったんでいいんじゃないですかね。あとは皆さんに頑張ってもらって、せっかく来たんで。でも真下は結構1メートルぐらいしかないんですよ。だから割となんか落ちてから落ちたやつ吸い込むケースも多いですね。なんでとりあえずそこまでいったら軽合わせしてから来てみたいなのを。今までで一番ちっちゃい。まあでもこれでもヘチダワだったら楽しめますよ。結構低いんじゃないですか。うん、結構低いな。純球ですか。純球。黄色？紫？黄色です。まあマジか。モイタがいなくなった瞬間に黄色をつける。ああ、こっそり。こっそり。あ、本当この釣りってですね、上手い下手が本当わかりますよね。いや、どうなんですかね。僕は下手な方なんで、上手い人はなんかすげえ釣ってんなっていう感じしますもん。あ、でもめちゃくちゃヘチ釣り上手い、僕より上手い人たちから言わせるとなんかあんまり差が、なんか釣れるとき結構バタバタみんな釣れるし、あんまり差が出ないって言いますけどね。特に起きてはまあまあ差出るんですけども、ワンオクは初心者でも何やかんで釣れ、あ、その適当にやってたら水深浅いから釣れるし、だからなんかワンオクは差が出ないから嫌だとかって言って起きてでしかやらないような人も結構、1枚は釣れるけど、そこじゃあ5枚10枚から釣れるか、まあ、あ、そうだ、僕も思うんですよ。だからなんか変わんない変わんないって言うけども、まあ1枚と10枚を安定して釣る人ってやっぱいると思うんですよね。まあ、でもそのポイントを選ぶタイミング、このタイミングだったらとか、なんでワンオクでもそのまだまだその上達というか、上はいるし、やっぱ差は出るかなっていうのは。僕なんか全然下手、始めたばっかだから、はいはい、1枚釣れればいい方と1枚とか2枚釣れればいい方ですから、やっぱり釣りも釣るとやっぱり同じポイントでいくと7枚釣ってますとか、はい、あ、そうですね、えみたいな。えって、でも、え、あとどのくらいで食ってきますよって言ったら、やっぱ竿1本分とかですよね。1本分かみたいな。同じなんやけどなって食いながら。そうです。